パート2ですフランス革命とバーク哲学宇山先生に聞いていますマリーアンターネットたちがベルサイユ宮殿から叩き起こされてチルリーに戻されてからそれでもまだ V16 世にもマリーアンターネットにもそれなりにやる方法はあったんですよねはいその通りですね いまだにですね、この議会では富裕層中心の構成がなされておりました。富裕層がこの議会の実権というものを握っている限りは、王室が廃止をされたりとか、あるいは王族が殺されるということはありえないわけなんですね。なぜなぜらばこの富裕層が 王室の借金の担い手であるからなんです。前回申し上げた通りですね。この富裕層は、王室からの借金を回収したいと。そのためには王室を存続させなければならない。えー、そして、えー、王室、王様がですね、えー、きちんとですね、この我々にその借金を返すまでですね、議会をしっかりと掌握しなければならないという形の状況というのが未だ続いていたわけなんです。 ところが、もうこれではダメだと。何も変わらないということで、この辺あたりから庶民が立ち上がっていくわけなんです。大体いい1792年から1793年のこの流れに入っていくんですけれども、まあ、ここでですね、台頭してくる庶民の代表がジャコパン派であります。 なんか怖い名前なんですがで。そうですね。はい。このジャコパン派というのは、もう富裕層とは全く異なる庶民の代表たちであり、王室に対して債権を全く持ってません。つまり、この人たちは、その王室がデフォルトしてもですね、痛くもかゆくもないわけなんです。で、彼らは何をやったのかと。 財政赤字の大問題を一気に終わらせるべく、国王ルイ16世とマリー・アントワネットを処刑したと。200年続いたブルボン王朝を潰したと。そして、ブルボン王室に対してのあらゆる債権も借金も一方的に消滅させるということになったんです。 この財政難の問題というのが、あ庶民を苦しめているインフレの最大の根源だったんですねえ。経済にこういう激しいインフレが起こっていたので、庶民はパンも食べられない。そして、えー、この社会不安が募っていたという状況である。その根源を、財政難という根源をお根元から立つのは、 ブルボン王朝を潰すということしかないんだっていうことの考えで、ジャコバン派がこの国王と王妃を処刑した、こういう流れなんです。えっと、このフランス革命そのものが王室の財政問題から始まったということを考えた場合、はい、一見、このジャコバン派っていうのは、なんか、あのあの粛清ばかりの気の狂った者たちのような語られ方をする場合もありますが、 究極的な、はい、その財政問題への回答を示したとも言えるような、そんな気がしてきたのですが。ああ、実にその通りです。うまいまとめをしていただきましたね。その通りで、えー、あります、えー。このフランス革命の原因が財政問題があるからこそ、その根絶を断ったということであり、その行動自体、極めて合理的なものであったということが言えると思います。で庶民もこのこのとを 当然指示したわけなんですね。ただ問題はですね、この貸付金を回収できず、怒った債権者たち、富裕層の存在であります。えー、当然ですね、もう借金は返ってきません。死んでるわけですから、王様たちはね。で、その借金を返してくれないということに対して、これどうしてくれるんだと言って、富裕層がぶち切れたわけです。で、ジャコバン派に対して、 さまざまな抗議をしていくんですけれども、で、ジャコバン派、どうしたか、なんですけれども、ジャコバン派に抗議をした富裕層を片っ端からギロチンで処刑していくということを、ろしいです。やったんですよ。はい、これが、ジャコバン派の有名な恐怖政治ですよね。 もうバッシバシ抵抗する貴族やブルジョアたちをですね、まあ、ギロチンで、えー、処刑をしていくと、反対者を抹殺しながら、えー、独裁権をおジャコバン派は握っていく。その代表が、あロベスピエールという人なんですね。何,何度も確認しておくと、この債権者である富裕層を、はい このように処刑でいなくさせで、債務者である王を処刑しってことは、はい、債権と債務の両立てでぐっと減らしていくという、経済的には非常に合理的なことを強制的にやっているような、はい、そんな印象があるのですが。うん、その通りなんです。もう債権と債務を同時に減らしていくと。まさにこれこそ不良債権処理でありますよ。ええー、フランス革命の根本問題であった不良債権を解消させていき、 まあ経済をこの全くゼロベースから再建をしていくという、こういう手段しかもう方法がなかったんだと、こういうことだろうというように思いますこの頃のロベスピエールはまるで血に飢えた、もう気が狂った独裁者のように描く場合が多いのですが、ひょっとしたらロベスピエールにした場合、これしか方法がないから、それを粛々とやっているだけですということで。あの、うん 案外しれっと実行し続けていただけのような、そんな気もしてきました。はい。まさにそういうことであります。まあ、ロベスピエールだ、庶民から言わせればですね、えー、もちろんそれはあの、借金を多額に背負っている王も悪いけれども、えー、そういう返せないということが分かっていながらね、えー、この利回りで飯を食っていこうなんという、そういう甘い考え方をしていた富裕層たちも悪いじゃないかと。どっちも悪いんだと。 お互い死んでくれとととこういういいなんだろうと思います、まあ、ですからねあのフランス革命というのはあのこの大殺戮が行われていくということの背景の中にはねまあ金を返せというような話いや返さないというようなそういう応酬の中で生じたものであってねまあこの啓蒙思想がどうかとか人類の進歩がどうかとかですねやれその あの、オリンピックの開会式で言われてたような自由だ、平等だとか、やれ、博愛だとかね、そんな綺麗事のような話じゃ全くないんですよと。銭金の話で、こういうやったやられたと、ぶっ殺したぶっ殺さないというような話がですね、進んでるに過ぎないと。これが実態ですよという本質をぜひ皆さんには見抜いていただきたいと。こういうことであります。すごく よく分かったというか、そのフランス革命があのまるで理性を猛進した者ののたちによってあの、最後は気が狂ったように、えっと、あの殺し合いをしてしまったとっいう、そういうものではなく、単にお金の貸し借りがうまくいかなくなって、その後始末を強制的にしたという、なんか、そういうものに見えてきました。はいはい、まさにそうなんです あの、ここがね、やっぱり私はあの大切なことだろうと思うんですよ。だから確かにね、あの、思想っていうことが大きな影響を与えていた部分っていうのはあると思いますよ。社会契約論とかね、そういうものっていうのは大きく、その、あると思うんですけれども、やっぱりその、根底にあるのは、そのことだけではないと思うんですよね。庶民が飯を食えない。一体これは誰のせいなんだというような犯人を探しをしていく中で起こったチミろの 陰酸な一連の事件ということの中ではですね、結局、銭金の問題に物事っていうのは行き着くわけなんですね。歴史で起こった事柄っていうのはね、まあ、こういう銭金の問題、銭金の恨み、つらみというね、まあ、非常に賄償なですね、 人間らしいと言いますか、そういう高尚な話じゃなくてね、もう本当にその身の回りに起きているような、そういう恨みつらみということで、歴史が動いていくということが、多々あるわけなんですね。まあこれがですね、私はあの、マルクスが言った、株構造が上部構造を規定するということの、最たることの例ではないかなというふうにも思うわけなんです。別にその共産主義ではなくてもですね、 この株構造というものが大きな影響を持って、あらゆる時代、あらゆる場所にこういう作用を及ぼすということが歴史の中に認められる事実ではないかなと思うんですね。明日お金が返ってこなかったら我々でもポロポロ涙流しますけど、歴史上の方々も同じだったということでしょうか。はい、死人が出るということであります。うん はい、さてで、そのようなそのフランスにおける大殺し、そしてあの庶民の力の増大、これをあの少し離れたところから、苦々しく見ていた、そういう思想家がいるということを、次のパート3で、はい、あの見ていきたいと思います、はいえー、さらにですね、次では、このロベス・ピエールの話もね。 もう少しだけさせてもらおうかなと思っております。わかりました。では、パート3ではロベスピエール、はい、そしてその後、エドモント・バークというところに行きましょう。そうですね。はい。お願いいたします。